てヘイガイズニーです。ハローハー。はい、というわけで、なんかひょっとしてたのにアロハに持ってかれた。そういえば髪の毛黒く染めました。ブラウン塗ってきそうですね。でもブラウン好き。で、髪の毛はね、不器用なりに頑張った。というわけで、今日はこの頭ですが、よろしくお願いします。はい、というわけで、今日何をしてきたかと言いますと、今日はね、この間ね、久々にザラに行ってきたっけの。じゃーん、めっちゃ買ってきたでしょ。珍しくない？ザラはね、なんか大人っぽくて可愛いのいっぱいあったんで、今日はね、買ってきたやつらを紹介していこうと思います。それでは早速、レッツゴー。それでは最初にこちらです。トゥルトゥルのパンツ、ヒェー。はい、こちらのトゥルパンですね。見てください。すごくハードな生地になっていて、なんかね、テカリがあるんですよ。綺麗じゃない？すごく。後ろのケツポケにはさ、こんなのついてしさ、可愛くない？じゃあこれ一回着替えてきます。シュッ、ボン。はい、というわけでこんな感じです。さあ、見えるだろうか。触らないね。うん、起き上がりましょう。まず見ててわかるかもしれないけど、結構タイトめに見えて、ちょっと余裕がある。足の形は綺麗に見えるパンツになってまして、今足首とか巻いてるんだけど、実際を下ろすとまあちょうどいいぐらいですね。でも一応個人的に巻きたいかなと思います。靴とかはね、こういうローカットの靴でくるぶしを見せることがポイントかなと思ってます。これ若干ね、座ってるからこう高く見えるけど、実際履くとこんな感じになっています。いい長さですね。で、ウエストのところなんだけど、ウエストのところがまた可愛くて、ほっ、このようにハイウエストになっております。で、ちょっとね、ハイウエストだからか、ここはね、ちょっと分厚めになってます。これからがこうニットとかさ、ブカブカと洋服流行ってく中だと思うんだけど、これだったらインしやすいし、すごいね、ウエストもね、ゴムになってるからゆとりもあるし、なんかインしてふわっシュッっていう綺麗な自分のボディーライン出せると思うので、これをすごくおすすめします。それでは次。やばい、1個だけでこの絵語ったのやばいですね。もうちょっといっぱいあるからこのまま語ると、次はこちらの服です。じゃじゃん、最初から着てました。定番です。もう無理無理、もう着ないと無理よ。毎回着てるじゃない、本当に。というわけで、このトップス、ポロシャツです。すごく可愛くないですか。ボタンがね、こういっぱいついていて、でボタンをね、上まですると、こんな感じの綺麗めな感じになります。すごくね、タイトだけど、普通のね、トップスの丈ではあるんだけども、タイトめで、それもね、なんかちょっと長めな気もしなくはない。いや、普通か。普通だ、ごめん。でもなんかタイトですごい清潔感があって、私は好きです。今ね、あえて開けてるんだけど、第2ボタンまで開けてて、今ネックレスをつけてるのね。こういうネックレスとかをあえて見せるように、こうやってあげるとうまく馴染むじゃん。うちはこれが好きで、クール系にしたいんだったら、上まで締めて、こういう風に襟の下にこうネックレスを通してあげるだけでも、ちょっとごつめな感じも出つつ、でもなんか抑えてる感じも出つつ、ものによっては面白いんじゃないかなと思います。ダブルチェーンとかめちゃくちゃ可愛い気がする。で、実はさ、もう一色買ってんだよね。こちら、せーの。はい、こんな感じになります。白可愛くない？てか、めっちゃ清潔感、イメージが一気に変わるよね。シルバーとシルバー、いいね、この組み合わせ。今のこの黒パンツの感じだとこんな感じですね。大人なんか。え、なんかさ、最近さ、大人っぽくなりたい時期なんですよ、今私は。無理だ。冬だし、なんか綺麗めな方が好きなんですよ、冬服は。なんで、まあ、こういうギアを買ってるんだけど、この白シャツに合わせたいワンピースがあって、それがマジで大人っぽくて好きです。こちらです。このフェイクレザーのワンピースです。可愛くないですか？まず、この、あ、もう、V 字、あ、好き。いや、このトップスがさ、ボタンが前についてるわけじゃん。そういうやつってさ、こういう V 字めちゃくちゃ活かせるんですよ。レザーだから、なんか大人っぽさが勝つし、可愛すぎない。なんかすごい、ちょうどいいところにいて、惚れ惚れしてるんですよ。ちょっとこれ着替えますよ。せーの！はっ！はい、こんな感じでございます。あ、可愛い！どうでしょうか？伝わるかしら？可愛くない？あ、お上品、素敵。これはね、サイズは S サイズにして、足首をちゃんと生きるように見えるようにしてきました。で、このワンピースのスカート部分っていうのかな、めちゃくちゃ綺麗じゃない？可愛い。動いた時とかこう広がりがあったりするんですよ、ふわって。それがすごい女の子っぽくて、お、可愛い。で、この髪色だからこそすごいね、バランスがいいっていうか、お互いの色が映えるなと思ってて、すごく気に入ってます。でね、言ってないところあるわ。ここ、このライン綺麗じゃない？ズドンじゃなくて、ちょっとわかるな、この三角っ
ぽくなってる感じ。大人だわ。いやこれマジで惚れた。店に入ってすぐやったわけさ。もう買おうって決めてて、ただねこれ買った時にこの子だけなぜか値札がついてなくて、なんぼだったんだろう。え、待って、うち値段忘れた。ちなみにこのポロシャツ1990円で、全体的に安めですね。これとか、フェイクレザーだ5990円なんかすんのかね。わかりません。でもこれは本当に大人な感じで、たまに着ると思います。よろしくお願いします。では次。次はですね、こちらです。じゃじゃん、こちら、ワンピースです。これもまたね、さっきのワンピースみたいに下のところがね、段みたいにヒラヒラヒラってなってて、この形がさ、この丸いキュッて締まってる袖とか、襟ワンピっていうか、今流行ってるよねきっと。なんかすごい可愛いと思ってて、これ値札なくしちゃったんだよね。何円だったかな ?3000 円とかじゃない、わかんないけど。これは本当に可愛くて、着合わせたいコーデがあったので、じゃあこれも着替えていきます。せーの、はい、こんな感じになります。かわいい、本当に。いや形が本当勝ち組なんだよこれで、うちちょっとね自分でアレンジしてみたんだけど、見えますか、本当の丈このぐらいなんですけど、あえて下にチュールスカートってあるじゃないですか、あの重ね着とかできるやつあるじゃん。胸まで持ち上げて、今このように履き合わせてます。プラス足ですね。靴下はねこれ X ガールで買ったニーハイソックスなんですけど、これシースルーなの。今ってさ、シースルーソックスがめちゃくちゃ流行ってるわけ。特にニーハイソックス系流行ってるじゃん。これにこのソックスだともういい組み合わせじゃん。個人的にめちゃくちゃ好きっすね。チュリが思ったよりいい感じに着てくれてる。もうちょっと短くてもいいけど、でもなんか変わったファッションっていう意味でこのままホッチしておくの私は好きかも。あ、可愛い。え、広がり方可愛くない？かわいい。あー好き、買ってよかった、マジよかった。これは本当に可愛いです。ちなみに白なかったかも。ブラウンみたいな、カフェオレミルクティーみたいな感じにいるやつがあった。これマジおすすめです。で最後、これに着合わせても可愛いだろうなっていう服があるんですよ。それを買ってきました。こちら、シュッポンポンじゃない、いや交換やることこちらでございます。こういう服なんて言うんだっけ、ブルゾン的なやつしなかったっけ。まあ見ての通りグレーですね。この部分がですね、ちょっとシュッとこう締まってたりとか、この手首のところも締まってたりとかしてて、とても可愛いご服でございますでね、素材を見てほしいんだけど、見えます、なんて言うんだっけ紹介してんのに全然言葉が出てこない。今日は寝ぼけてんのかしら。見てわかったでしょう。そう、こちらのやつですこの洋服が可愛いと思ってて、ポケットもねすごいシンプルなシルバーで可愛いんですよね。あんまりグレーのトップス私持ってなくて、ブルー系の洋服とか欲しいなと思ってたりしてて、だったらグレーとかあってもいいのかな。もうどうせ黒のジャケットがめっちゃあるんだしと思って。でもこういう形のものと合わせるのも可愛いなと思いますね。中もね結構しっかりしてて、内側ねこういう分厚めのなんかなんだろう、スウェットじゃないけどなんかあるじゃん、こういう伸びやすい生地のやつ。でもそういう生地になってるんで少しは重いけど、でもちょっと保温性があって、外もブカブカで着苦しくないから、パーカーとかお下に着ても全然なんか苦しい感じにならなさそうだし、すごくおすすめです。これで以上でございます。はい、というわけで皆様いかがだったでしょうか。今季のザラマジで可愛い。今結構洋服とか見てるんだけど、あんまり好みのものが実は見つからなくて困ってたんだけど、マジで、あ、いっぱい買おうって思うぐらいめちゃくちゃあったんで。で他にもなんかレース系のものとかニット系のもの増え始めてて、買ってないもので半袖か七分五分袖かのニットっぽいやつが売られてて、それがめちゃくちゃ可愛くて、そういう系統が好きな方とかはぜひ行ってもらいたいなってすごく思います。今日の動画を見てくださってありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。またリクエストとかおすすめの洋服があったら、超楽しみにしてるんで教えてください。じゃ、バイバイ。バイバイ。バイ。